眼科医の平松です。今日はいただいた質問で、片目のブドウ膜炎の方でもう片方も炎症を起こしてしまうんでしょうかってご質問をいただきました。右目のブドウ膜炎になって半年いろいろ検査をして原因も分かっていないと、いろいろやって、なかなか良くならないと。で、このまま改善しないのか、右目をこの方発症してるんですけど、左目に移ないかなと心配ですってことです。でね、原因がわからない場合はもう片方に行くかちょっと不明なんですけど、一般的にはブドウ膜炎は偏眼性ブドウ膜炎、両眼性ブドウ膜炎っていうふうに、ある程度分かれるんですね。偏眼性ブドウ膜炎で多いのは、怪我とか、いわゆるこう、なんていうかな、感染症とか、そういうものが多いですよね。例えばサイトメガロウイルスのブドウ膜炎とか、ヘルペスウイルスのブドウ膜炎とか、感染症っつっても、まさにこう、人から移ったっていうよりは、元から持ってるウイルスの、炎症。もちろんサイトメガロやヘルペスでも、両眼になることもあるんですけど、片目ってあることは、あるわけですよね。一方で、両眼性、両方になるのっていうのは、すごい片目だけ強くて、もう片方がめちゃくちゃ弱いっていうのもあるので、ちょっとそれは見過ごすこともゼロではないんですけれども、いわゆるこう両眼性は最初から両眼性のことが、多いは多いですね。例えば、原田病だとか、ベーチットだとか、サルコイドーシスとか、一般的でよく言われる緑内障、ブドウ膜炎は、両目が多いんですよ。これなんでかっていうと、内因性ブドウ膜炎って言って、自分の体が自分の体を攻撃するようなタイプのブドウ膜炎だからです。つまり、自分の体が自分の体を攻撃する場合、右目左目って分けて攻撃なんかしないんですよ。目を攻撃しようと思ったらもう全体攻撃しちゃうわけなので、右目も左目も攻撃しちゃう。もちろんね、強弱あるわけですから、ぴったりと一緒の炎症ってことはあんまなくて、多少差は出るわけだけど、大体両方になることが多いと思います。じゃあ片目からもう片方に行くのってないのっていうと、交感性眼炎って言って、行くこともゼロじゃないんだけど、あんまり片方からジャンプしてもう片方行くみたいなイメージのブドウ膜炎っていうのはないと思っていただければと思います。ただ、両眼性なんだけど片方にしか発症してなくて、その後片方来るってこともあるので、ちょっとそれはその人のタイプとか状態にもちょっと応じてしまうっていうふうに思っていただければと思います。こんな感じで、最近ね、ブドウ膜炎のご質問とかもいただくことがあって、ご質問いただければお答えしてきますんで、なんかいい情報、言ってくださいとかっていうと、何がいい情報なのかちょっといまいちちょっと僕にもわからないので、ご質問とか具体的に投げていただけると助かります。今後もいろいろアップしてきますんで、チャンネル登録とかよろしくお願いします。